はい、どうも、ダンタです。では、どこやったっけな、歴代王の力取りに行きましょう。まあまた洞窟ですね。無茶すんなよ。無茶しかせんわ。見て、ここって何なんだろう。誰か住んでいたようだ。暮らしてたの。戦火から逃れてた。なんだろう、コード、こっちに伸びてる。天井崩れそうだ。だいぶ放置されていた感じだな。大丈夫かな。ちなみにね、広い洞窟の場合ですと、結構あのキャンプ場とかね、まあ多分裏ステージだな。曲がり角から。ビビりすぎだ。裏ステージとかは、キャンプ場があったりとかするんでね、そこでキャンプしたりとかして。今見た。別の道を探すぞ、ノクト。ダメだ。すいません。誰かいます？あれ、確認は？行かないならそれでもいいな。やめとくか。もうみんなの言ってること全部していきますんでね。これで、まあここはね、確か別にボス的なやついなかったはずなんで。あ、もう下の食事のメーターもね、だいぶ尽きてきてるんでね、また料理してね、キャンプして食べないと。エリクサ満タンですね。レーザーセンサー。ここも鍵かかってる。この先に何かありそうなの。気になる。もう多分そろそろ敵が出てくるんじゃないかな。エリクサーは上限マックス。多分ここで出てくるんじゃないかな。待って、こっちから行けそう。何かにそう。油断するな。オートボーガン、オートボーガンはプロンプトの武器ですね。多分出てくるな、ここで。どうする、正面突破。後ろは任せる。終わった。で、ここがさっき開かなかったところなんで、こっち行きますよ。歴代王の力を手に入れた後、さらに、その力を得るために、まあさらにというか、まあ武器ですね。何あれ、ここですね。昔の王様の力なんだよね。ああ、力を借りてようやく陛下のお力に近づけた状態だ。借り物王だな。言い方、実際さ、使ってみてどう。いろいろやれるようにはなったな。見えって無理はすんなよ。使いこなしていくのはこれからだ。はい、というわけで、もうここには用はありませんね。要は王の力を手に入れながら、まあ、どんどん先へ進んでいくという感じですね。では、戻りましょう。戻るとイベント発生。はい、データがくたばったのかと心配したぞ。
たぞ。上出来だ。お前たちに頼みがある。西の出す地方へつながる道に帝国軍が基地を作ろうとしている。封鎖線として機能する前に潰せ。放っておけば西への道が閉ざされる。力を得るどころではなくなるぞ。モニカと顔を合わせて言うな。詳しいことは集落で奴に聞いてくれ。なんて？帝国の基地を潰せってさ。モニカに話を聞く。集落に行くぞ。はい、ではモニシャに、ね、会いに行きましょう。もうゲージがなくなってるんでね、また食事を取らないといけませんね。できると見越してのくらいだと。さあモニシャに話を聞きましょう。とりあえず集落に行くか。モニシャいますね。お待ちしておりました。将軍から話は聞いております。これが基地の内側へと続く道です。詳しくは地図をご確認ください。比較的安全と思われる侵入路を確保しておきましたので。で、クエストなんか終わってなかったっけ。ではまあとりあえず宣戦布告ということでね。さあ明るくしよう。とりあえずまず晩飯を食べないとな。飯食いっちゃいましょう。まあね、スタミナがなくなるとめんどくさいんでね。まあこういうカップラーメン、おすすめはこれです。黄金テールスープ。まあでもまだ序盤こんなもんは必要ないんでね。ではダッシュしても減らないんでこちらに。まあこまめにねセーブしたりキャンプしたりするのをおすすめします。まあさすがにね、一応レベル99以上にレベル上がるんですが、みんなで映ってるのっていいよね。99まで上がるとまあそっからなかなかレベル上がりにくいんでね。まあ正直キャンプバカバカやってもいいし。よし、俺準備 OK。 みんなは？あれ？はい。はい、終わったぞ。取りに来い。はいはい。はい。ま、行かないっすけどね。いや、モニカって強いの？俺やグラディオと同じ。ボード警護隊。今イリスについてるダスティンだ。二人とも親父の優秀な部下だぜ。ボートにいた奴に会ってもなんか心強い。さてどうする。今危なかったんじゃないか。別に慣れてねえ。どうだどうだ。これで決めよう。ほっでかいやつですな。一気に攻めろ。受けてみろ。なたまにねこういうでかいやつも出てくるんで、まあ基本的にチャプター2はね。俺もグラディオ悪いけど今日はキャンプ無理だわ。この裏側かな。まあこれも敵ですけどね。基本的に好戦的でなければ戦う必要はないと。ここですね。モニシャがいますね。ここから二手に分かれていただきます。ノクティス様はこの先で将軍と合流を、グラディオラス様たちと私は敵の陽動を図ります。
とっと行っちゃいましょう。じゃあ行ってくる。ああ頑張れよ。こっちも人暴れしてくるぜ。はい、ここからはねコルと2人で戦いに行くみたいな感じですね。まあコルはもうこのレベルだと必要ないぐらい強いんでね、まあ、適当にやっておきましょう。まあ序盤だとまあ普通にやればコルがヒットポイント4000ぐらいで、多分ノクティスたちはヒットポイント1000あるかないかぐらいなんで、まあ、非常に強いですけどね。まあ、今となってはコルよりはるかに上なんでね、強さ的には。俺たちは内側から奇襲をかけるぞ。挟み撃ちにして数を大幅に減らすんだ。はい、はい、ここか。行きましょう。パッパッパーと行きましょう。あ、ごめんなさい。瞬殺しましょう。ノクト、将軍も無事で何よりです。大丈夫だったか、そっち。ああ問題ねえ、任務はしっかりこなしたぜ。いい働きだったと言えるだろう。まあ、2章の終わりがここですね。動くな侵入者、ルシスのコルク。よくあの城を抜け出したな。不死将軍って呼ばれるのも飽きたろ。ここで死んで終わりにしちまえよ。
う。朝殺しちゃいましたね。もう俺が戦うまでもなかったっすね。よくやった。なかなかの動きだ。戦い方も手慣れてきたな。安心したぞ。俺はまた帝国への監視を続ける。ではいずれまた会おう。外の厳しさにも慣れちゃあきたが。世界は広いね。やることもたくさんある。ほんと、まだまだこれからだな。ああ。ということで、第2章終了ということで、次回から広がる世界第3章となります。まあこっからはね、結構イベント的にクソ長くなってくるんで、多分普通にやればそんなに長くはないんですけど、まあやれることがすごく増えるこの章からなってますので、まあそちらの方楽しみにしていただいたらいいのかなと思います。もう少しだけちょっとやってみましょう。全部で確かチャプター10、15まであるんかな。なんでも後半の方はね、もうほんと強制的なイベントがほとんどになってくるんで、自由にできるのが、まあ、3とか4も確か強制イベントだったかな。8までは多分自由に行動ができるのが多分チャプター8とかもぐらいなんで、うん、水の都オルテシアとか行っちゃうとね、何もできなくなっちゃうんでね、みんなね傷ついたりいなくなったりとかっていうのが多くなってくるんで、まあ、それはねちょっとあんまネタバレになっちゃうんでね、あまり言われへんのですか。やはり王子は生きていたか。指輪はどうなっている。ルナフレーナは逃亡中に。すぐに見つけ出し殺せ。指輪さえあればひとまず捕らえてみるのがいいよ。六神の力とは人知を超えたもの。その力はカンナギの求めにより王へと与えられると。カンナギは良い研究材料だ。いかがかな、メイブス将軍。どうした、今や帝国軍を率いているのか。そうなったですが、今はどちらの行方も知れぬ状況。軍は引き続き王子とカンナギの行方を捜索してまいります。光よ、我がクリスタル。すごい、これレイブスあれだね、ナランチャじゃねえや、ブチャラティの声や。いよいよ新しいとこに入るね。ようやく砂ぼこりから解放か。リード地方と比べるとこの先はだいぶ広いぞ。そうなんだ。
なんか有名なとこある？この先はダスカ地方、湿地帯が有名だな。湿地帯、チョコボが生息する森もある。来た、チョコボ。さらに先に行くとクレイン地方だ。レスタルマの街がある。イリスが避難するって言ってたとこ。ああ、そろそろ着くんじゃないか。確かメテオで動いてるって街だよな。ロクシンの話も。ああ、熱をうまく動力にしているそうだ。へえ、なんかすごそう。いろいろ面白いものがありそうだ。はい、長旅の前に給油しておこう。スタンドに寄るぞ。まあここでね、またいろいろイベントが発生しますのでね。俺たちもだいぶ外の道に慣れたな。ノクト、運転したいならいつでも変わるぞ。はい、というわけでね。あ、また電話ですね。というかね、まあ、まあ見ての通り、地図ね、いっぱいハテナハテナが出てるんでね、まあこれをまあクリアしつつやっていこうかなと思います。ということで、まあ今回の動画はこんなところで。あそこに変なおばちゃんがいますけど、あれがちょっとグラディオ邪魔、あれですね、ダンジョンで会ったあの女の人がいますんでね、その人に話しかけたりしていってイベントクリアしていきましょう。ということで今回の動画は以上となります。それでは失礼します。